来た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 、競馬ビートの裏側を伝える、その名も吉原興業のはみ出し競馬ビート。関西テレビアナウンサー吉原興業です。もう関西で G1 が始まって大阪杯桜花賞ということで、一番人気がなかなか勝てないっていう競馬は続いてるんですけどね。え、荒れますね。荒れますね。荒れますけどね、はい、いやでも本当に面白いね。一番人気は勝てないんだけど、うーん、見応えはね、見応えがあるんだよね。本当面白いですね。大阪杯も大阪杯ですごかったけど、桜花賞もすごかった。もうゴール盤までね、途中で、あ、武豊ジョッキーと武甲子郎調教師の夢が叶うのかなと思って見てたらよ、鬼足だね。あれは最後はほんますごかったね。びっくりした ね、 ね、鬼足、うーん、ドーンって。お父さん思い出しましたね。お父さんドゥラメンテ。あ、ドゥラメンテをね、あ、ほんとそうだったね。お父さんもね、4コーナーでそうそうそう、手に外行ったりとか、ね、ありましたけど、根性だよね。最後の宝塚記念もそうでしたけど、もう最後の最後の踏ん張って伸びてくるって、勝てなかったんですけどね、宝塚記念も。それでもゴール盤の手前でもう先頭に立つんだっていうやっぱ気持ちかな。やっぱあれ持ってる闘争心って受け継がれるんだろうね。血ね、血がね、やっぱ爆発力あんのかな、やっぱりね。ほんとすごいですね。ということで、私も、先週だから架空実況でもちょっと言いましたよね、スターズオンアースとウォーターナビレラ。あれウォーターナビレラ勝ちましたけど、うん、そうでしたっけ。あ、覚えてない。ちょっと覚えといてよ。ウォーターナビレラ、あれライブだったんだから。あ、そうやそうや、そうでした。先週はライブでしたね。ライブでやってるんですから、ちょっと緊張感ありながら確認してるんですが、ウォーターナビレラ勝つことにしましたけど。でもそっかそっか、普段はね、だからこの収録の時は俺、あの編集後の音声の調整とかもするから、はいはい、なるほど、何回も聞いてるんですよ。でもほんまに1回しか聞いてないから。そうですね、うん、ごめんごめん、忘れちゃったね、うん、でもやっぱ川田ジョッキーと武豊ジョッキーは大阪杯から続いてずっと来てるわけですよ。そうだでしょ。そういうこと言ったね。だからやっぱりこの2人で行くんじゃないかなと思ったら、今度は武豊ジョッキーが先に抜け出して、そこから川田ジョッキーが差を詰めて、ギリギリで変わるっていうことでしたから、ちょっとその後のね、後ほどの架空実況にもちょっと注目していただけたらなというふうに思うんですけれども。いやでも私は勝利ジョッキーインタビューを担当したんですけど、はいはいはい、ちょっとだからあれ見てて震えたよね、うん、あのレースもそうだけど、うん、川田ジョッキーの凄さに、あの騎乗、騎乗、うん、すごかった。だってね、あの前日ね、そう、あわ落馬があって、で落馬の瞬間も、まあ、あのカンテレの放送席で見てて、はい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 、あーっつってもう声出すぐらいちょっとびっくりして、はい、それでぐるぐるって回っててでいう状況を知ってて、こうね、なんとか起き上がって歩いて帰っていくことも驚きだったんですけど、落馬したレースで直線の一番スピードが出てるところでね、そうそうそう、ゴール手前のあれ 100m ぐらいだったかなっていうところで、ね、うん、落ちた時に危ないと思って、あ、川田ジョッキーだと明日乗れないんじゃないかっていうふうに思ってた、その瞬間も見てたので、そこ歩いて帰ってったら次のレースも乗ってるみたいな、ね、次のレースめちゃくちゃ強い勝ち方してるし乗ってる、勝ってる、あれびっくりしたわっていうのも見てて知ってる中で、うん、で、まあ、川田ジョッキーがこう現れた時にね、うん、私も勝利ジョッキーインタビュー担当してたので、うん、こう退治した時にやっぱりこう落馬の影響もね、顔なんか見るとあったりするっていうね、ところもある中でしたけど、うんうん、とにかく僕の第一声もゴール前測ったような素晴らしい騎乗でしたっていうところから多分スタートしてるんですが、なるほど、もうじゃあ本音が、俺はあのあなたの騎乗は素晴らしかったですってことをお伝えしたいと思いまして、あんまりこれで主観を出すの良くないと思うんですけど、でもあんなことなかなかないですからね、うん、あのまさにゴールの瞬間にバッて変わる、うん、でそれに応えたあのスターズオンアースもめちゃめちゃすごいんですけど、うんうんうん、でもあのまさに測ったように捉えた、うん、あの騎乗って会心だと思うんですよね、ジョッキーからしたら、うんうん、どう見ても豊さん勝つわ、豊さんのあの兄弟の夢だみたいなところを一気にガラッと変えた、うんうんうん、
あの騎乗はすごい、前日からのこともあった中で。だってどえらい狭いとこ割ってきたもんね。馬群割ってきてさ、ね、もうレースをもう一回見直せば見直すほど、うん、よくここ割ってきたなみたいな、うん、正直あの勝利ジョッキーインタビューの時はそこまで見えてなくて、振り返れば振り返るほど川田ジョッキーすごいっていう思いがあるから、もっと今、うん、もっと熱量を持って今だったらインタビューできるかもしれない。改めてインタビューをねしたらね、今度はもう言うね、あなたはすごい、あなたはすごいって言っちゃうかもしれないけど、でもそれにしてもやっぱり現場で見てて、その当時その瞬間見ててもやっぱりすごいと思って、うん、そういう配慮をしてて、うん、で川田ジョッキーもこう真摯にね答えてくださってましたけど、僕もちょっとこう全体的に前のめりな感じで、ぜひ聞きたいと。興奮してましたね。してました、してましたね。ちょっと抑え気味でね、はい、やってましたけど、まあ、関西テレビだけじゃなくてこう、ね、フジテレビ系列だけで NHK にも乗るから、はいはいはい、分岐って言ってですよ、はい、NHK でも流れるっていうね、うんうんうん、ことで、うんうん、もうだから今回は NHK さんも乗るからっつって、昼前ぐらいにその分岐もあるからっつって一回チェックしに行って、へ、下に降りてカメラさんと私と音声チェックみたいなして、どうでもいい話なんですけど、じゃあもう全テレビ放送を代表してそうです、吉原貢献、そうなんです、 NHK にも乗るんだとなるほど、うん、その私の勝手な都合ですから、まあ、まあ私の勝手な都合というか、まあ、そういうテレビ局で取り決めがある中で、はいはいはい、そういう中でやっててこうねやってましたから、いろいろこうちょっと大丈夫いけるみたいなこともほら裏方の話です、裏の話ですけど、っていうところもありましたけど、でもすごかったなと思って、どん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 こう自分の中でもテンション上がりながら、うん、お話聞かせていただきましたね。でもそんな中でも印象的だったのは、僕はやっぱり川田ジョッキーの騎乗の凄さみたいなのをお伝えしたいと思ってて、うん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 、最初に見事な騎乗でした最後もね素晴らしい騎乗でしたって言って締めてるんですけど、川田ジョッキーは自分のことは一切語らず馬がすごかったんです、最後も変わってくれたあの馬がすごかったんです、ああどうってこう、そうそう、逆にこうたしなめられる感じなんですけどね、はいはい、でもだからこそやっぱり最後の最後でも見事な騎乗でした、素晴らしい騎乗でしたって僕言いたくなっちゃって、うんうんうん、話をしてるうちに、うんうんうん、馬のことばっかりね叩いてらっしゃって、まあ、当然もう見る人が見たら川田ジョッキーすごいって分かるんですけど、うん、これをでも同じこうね面と向かってやらせてる立場として、放送に少しでもまあ乗る立場としては、うんうんうん、言いたいというか、これはお伝えしたいっていうふうに心の底から思ったので、なるほど、ちょっとこううざいなって思った方がいらっしゃるかもしれませんけど私はちょっとそうそうですね、言ってしまったというね。着差はわずかですが勝ち切るまで、いい内容で走ってくれてますので、まあ、これからさらにいい走りができるようになってくれればと思います。素晴らしい騎乗でした、川田優雅ジョッキーでした、ありがとうございました。ありがとうございました。NHK 界隈ではもしかしたらね、あいつ言われてるかもしれない、聞きやがってこの野郎って言われてるかもしれないですね、うっとうしいやつがいるな関西テレビには、そういいんだよお前の主観はね、思ってるかもしれないんですけど、やっぱついついこうちょっと熱くなってしまってね、なるほど、来ましたね。いやーでもすごかったもんね、まあまあこうね、あの、うん、竹兄弟のドラマもう見てみたいとも思ったけども、うんまあね、まあ、これも勝負の世界ですからね、そうですね、やっぱり、うん、まあ、やっぱ直線は面白かったですね、ね、いやもうジョッキーがやっぱり渾身の騎乗をして、うん、最初に出てきた浜中ジョッキーも、はい、ここだっていう、あの、ね、馬は使える足が一瞬の切れ味が、はいはい、そんなにこう長いこといい足使えるタイプの馬じゃないから、ここだっていうタイミングでスパッて切れるところで、はい、直線の入り口でここでかけたっていう感じの、はい、浜中ジョッキーの気合の騎乗だったし、はい、勝ちに行った。でそこからもう豊さんのあのね先頭に立つ感じ、うん、完璧なタイミングでっていうことなんでしょうね。多分プロの人が見たら言うんでしょうけど、ああもう世界ができてるっていう感じね。見てる人がもうこうぼーっとしながら勝つんだっていう至福のというか、馬券買ってなくても、あ、そうね、ドラマがここにあるんだっていうところと、それをめがけてきた。もうなんだろうな、鬼神というかもう言い過ぎた鬼足ですよ。いやだからさ、なんかジョッキーインタビューしててもなんかもうさ、顔もさ本当に凄みのある顔で、あ、すごいのやっぱオーラが、迫力が。なるほど。まあね、もうちょっとこう前日のあの怪我とかのね、あれもあってなんかそういう迫力がちょっと
すごい、もうゾーンに入ってるっていうか、もう話聞くときも空気が出来上がってて、はいはいはい、すごみがあるから、なんかもうちょっとね、ドキドキ、ドキドキっていうか、なんか神々しくすら見えるというか、なんかね、興奮冷めやらぬ状況ですね。すごいのよ。興奮がまだまだ続いてますね。すごいのよ、だから。で、こっちもだからある程度気合い入れていかないと、はい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 、インタビューすらできなくなるみたいな。なるほど。凄みのある、もう本当にもう感じですから。というところもありましてね。いやいやいや、暑いね。競馬って暑い。もう本当毎週思うんですけど。川田さんといえばね、はい、やっぱりインスタが面白いですね。あ、そうなの？僕あんまりインスタ見てないんですけど。あ、そうなの？川田さん、あのね、ご自身のインスタを。そんなこともやってんの？あれってね、結構ね、だから、レース終わってから、だから、桜花賞の後すぐに、あの、スターズ・オン・アースのね、こう写真が撮ってる。そう。で、まあ、それまで馬を称える。あ、やっぱ馬も称えてた。だからインスタやるとなんかちょっと映えみたいな感じがあるけど、そういうのはないんですよね。あ、でもね、ありますよ。あるんです。ありますよ。あのね、あの、見本に行った時に、この車で、この車を借りて、日本に行きましたっつって、ベンツが。あ、なるほどね。というのもあって、プライベートもちょっと買い物見えたりするようなものもある。結構ね、面白いですよ。あ、ちょっと見てみようかな。もう引き込まれちゃったんでね、改めて。僕、あの、勝利ジョッキーインタビューしてて、川田ジョッキーが答えられることがまあまああったりする。多いですね。多いんですよ。ね、以前はね、あの外国人ジョッキーかみたいな、川田さんかって言ってましたけど、そうそうそう、やっぱり川田さん多いですね。やっぱだからあるね、傾向みたいなものはあるんですかね。なるほど。それ聞いといたらよかったな。あ、そうですか。だから打ち合わせでもなんかちょっと話題になってましたよ。まあ僕が勝利ジョッキーインタビュー担当するので、川田騎手がみたいな話もちょっとあったんですけど。聞いてなかったわ。勝利ジョッキーインタビューするので、ね、でもあるなとかやっぱり思いながらね、縁を感じながらということでしたけれども、いやでもやっぱ、ね、予想っていう意味で言うと高橋さん、高橋健二さん、健二高橋ね、調教ベスト3でさ上げた3頭がさ、はい、そのまま、うん、そのまま3着独占よ、まあ、しかも ね、まあ、あのちゃんと競馬ビートではね、もう完全とそうスターズオンアースって言って、すごいよね。すごいですね。あの難しい桜花賞、ナミュールもね、だから外してというか、うん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 、サークルオブライフもいるわけだし、うん、やっぱりこの2頭がっていうね、中心される中で思い切ってもいいかなみたいな感じの高橋さんのツイートもありましたけど、うん、それがドンピシャですもんね。すごかった高橋さん、ね、だから桂君がね、高橋さんもすごいぞって、はいはいはい、今年始まってからずっと言ってますけど、うん、はい、改めてこう証明したというか、この難しい桜花賞、ね、うん、確かに完璧だもんね。それよしって言うよね。それ言うよ。よし。乗ってましたね、高橋さんの。それ言うよね。あの声が。あれ漏れるよね。漏れ伝わるよ。それ終わって当然ね、やっぱりオンエアの時には気づかなかったですよ、うん、僕もね、あの終わってからね、あのレースがカンテレ競馬に上がってそれ見て、うん、ね、あの鹿島森アナウンサーの実況も聞いて、ね、まあ、よく最後スターズオンアース対応したな、うん、これって思った後に、うん、っていう声が入ってましたね。ウォーターナビレラ竹豊桜も豊かの背中を押す内ラムラクレア大外サークルオーバーライフ、さらにはスターズオンガース、スターズオンガースかウォーターナビレラか、最後は2頭の争い、ウォーターナビレラに狙いを定めたスターズオンガース、ウォーターナビレラに狙いを定めた、言うよそれは。こう秘めていくっていう感じね。腹の底に丹田に力入れていくっていう出るよね。いやーすごい会心の予想、それは出ますわ。いやすごい、川田ジョッキーもすごかったし、高橋さんもすごいし、確かにね、うん、ちょっと話題になってますけど、その高橋さんの予想を評価しているという、粗品さんのね、なるほど、あのエイトの、エイトのね、予想か予想、予想か予想ね、ドンピシャっていう感じね、うん、すごいね、ね、レースする面白さと予想する面白さみたいなものを存分に味わった桜花賞ということになりました。
G1 もねまだまだ続きます。まあでもね一旦4週連続開催の最終週に来てしまいましたね、うん、あそうやなほんまや高松宮から始まって、ね、大阪桜花賞さつきでいやこのでも3週振り返るとやっぱ競馬の一筋縄ではいかない感じ、うんね、だけどドラマチックな感じそうですね出てません。丸田さんから始まってね丸田さんのあのね、うん、熱い男泣きから始まってよ、ね、ポタジェ、ね、待って ね, ねあの2強じゃなくて ねありましたねそっからよ、ね、ドラマからのドラマっていうかね、うん、執念っていうかねなんかちょっとねこう、うん、ちょっとだけ話題になってるのはあの、はい、何々だジョッキーが勝ってるっていうねあなるほどね、なるほどね。丸田ジョッキー、吉田ジョッキー、川田ジョッキーね。ほにゃたジョッキーか。はあ、いらっしゃいますけど、ね。で、変わってますもんね、またね。うん。なるほど、なるほど。らしいですよ。じゃあ、今週は何田ジョッキーになるのか。ちょっと変則してね、た何ジョッキーみたいなのもね、うんうん、ありますからね。うまいな。田鍋ジョッキーとか、田中勝春ジョッキーとかね、みたいな。ちょっと変則するかもしれないです。なるほどね。わかりました。じゃあ早速そのメンバー見ていきたいと思いますけれども、はい、まずは、コープフルステークスの勝ち馬かな。なるほど。そこからいきますか。まあもう一頭でもよかったんだけど、キラービリティ。はい。まあ去年のね、2歳チャンピオンの一頭ということもありますし。はいあともう一頭の2歳チャンピオン忘れるなかれ、うん、ドーデュース、うん、ということで、うん、旭川フューチュリティステークスを勝って、まあ、武豊ジョッキーのなかなか勝てなかった旭川制覇を後押ししたドーデュースと、うん、キラービリティ、まあ、横山武史ジョッキーね、まあ、去年は止められませんでしたけれども、年間 G15 勝目ということになって、うん、暮れの大一番ホープルステークスを勝ったキラービリティというね、ここまで競馬界を引っ張ってきた武豊騎手とそして去年大ブレイクを果たして、うんうん、今年に入ってね試練やねやっぱね、やっぱりなかなか競馬は難しいぞというかね、うん、勝ち続けることのまあ難しさっていうのもね感じてらっしゃると思いますけども、はい、横山武史ジョッキーこの2歳王者を中心に出てきましたよ、はいはいはい、初対戦が楽しみということになりますよ ねイクイノックス、はい、うん2002勝です。新馬勝って東京スポーツ杯2歳ステークス。あの勝ち方がもう圧巻と言いましょうか。うん、非常にこう強い中で、スローペースで前残りの展開と言われながらも後ろからドカーンという32秒9の足を見せて、うん、ああ、この馬がダービー馬なのか、みたいな思いを馳せた方もいらっしゃるかもしれません。やっぱりどうしてもね、こうあのコントレイルの姿とね、うん、どうしてもちょっとこうかぶるところがあるというかね、あの、うん、トースポ杯でのあの着差、そうです ねどうしてもインパクトのある、ね、イメージしちゃいますもんね。ね、北さんブラックサンクでっていうね、はい、そういう血統の部分、ルメール騎手が騎乗するということにもなります。うん、イクイノックス3戦目、今年初戦5ヶ月ぶりということになる馬と。共同通信杯ですか、はいはいはい、あっと言わせたじゃないですか、うん、これもまた2002勝ダノンベルーガこちらはね、ハーツクライサンクで、石橋周騎手から松山騎手になって今回川田騎手が乗るということになりますから、うん、2週連続ということもね、期待される一頭です。なんといってもやっぱ初コンビに強いですからね川田ジョッキーはね、ほんまに強いよね、うん、でも実際ねコンタクト取ってみて調教で乗って感覚をつかんで、うん、そして競馬場でそれを見事も川田色に染めるというか、うん、そうでしょだってスターズオンアースだってさ興奮してるね吉原さんしてる川田さんにしてるかもしれない。してるね。してるかもしれない。やっぱちょっと忘れられないもん。あのインタビューの時の感想かなんかも。川田色に染める。川田色だってさ。ちょっと染められたいぐらいの気持ちやね。いやーだってあんなスターズオンアースのあんなさ馬ごいどん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 割ってきてさ、はいはいはい、あれも川田スタイルっていうかさ、うん、外に出したらもう追いつかないみたいな。みたいなごめんなさいちょっとまた戻ってますけど、はい、っていうねまたダノンベルーがまた川田ジョッキーどういう感じになってくるのかっていうところも注目の
まあ、この4頭中心にですかね、はいはいはい、あとはディープインパクト記念弥生賞を勝ったアスク・ビクター・モアとか、うん、中山負けなしね、そう3戦3勝、うん、あとはね名前がもう話題になっているという、京成杯を勝ったおにゃんこポンですよ、ね、さらにはデシエルトもね3戦3勝岩田ジョッキーが、うん、ビーアスト・ニシドと、まあ、このねデシエルトの中でデシエルトで挑んだという馬もいれば、はい、キサラギ賞を勝っているマテンローレオ、あとスプリングステークスを勝ったビーアストニッシド、うん、などなど目移りしますね、目移りしますね、しますね、これはどう予想するか、ね、枠も出ましたし、そうですね枠出ましたね、この枠をどう考えるかだよな、まだ極端な枠になってダノンベルーガが1番、はい、イクイノックス18番、はい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 、難しいよね、難しくなりましたねこれね、うん、ねあのコントレイルが勝つまではね、うん、1枠1番は鬼門だというふうに言われてましたからね、うん、言われてましたね、はい、うんうん、ということもありまして、では注目の注目の架空実況、はい、今週も頑張りましょう。川田さん勝つんですか。どうかな。でもね、あのね、今私が想定している勝ち馬、はい、まあ、勝ちジョッキー、勝利ジョッキーは、まあ、そうですか、もう勝ち馬っていうか川田さんが勝つみたいな感じになるんじゃないですか、もう。川田だっていうじゃないですか。なるほどね。馬の名前言わないで、ジョッキーの名前ばっかり言ってる。ね、すごい騎乗だ川田だってこう言いそうですね。まあ、確かにでもね。ホニャタジョッキーが勝ちます。おっと。マルタジョッキーが、あ、まあ、マルタジョッキーですと、マルタになっちゃう。マルタジョッキーになっちゃいますから、はいはい。ホニャララタジョッキーが勝つという予想になっております。さあ、4月の中山競馬場です。ボバクラシックの第1弾。ここから始まる男馬たちの熱き三冠の戦いです。2022年、皐月賞、スタートしました。揃ったスタート、さあ何が行くのか、先行争いですが、ビーアストニシドが行くのか、それとも岩田康成のデシエルトが行くのか、和田か、それとも岩田かということで、先頭に立ったのはデシエルトが先頭に立っていきました。さあ注目のイクイノックス、さらにはドーデュース、ダノンベルーガあたりは中断、キラーアビリティ横山武も中断で続いていく。さあ各馬人気どころが中断に集まって1コーナーから2コーナーに向かっていくところ、先頭に立ったのは岩田康成とデシエルト、2番手に和田龍二のビーアストニッシュドが控える形になりました。後位の一角にジャスティンパレス、それからグランドラインとボーンディスウェイ、そして中山校舎のアスクビクターモアです。人気馬の前につけました。4戦4勝を狙う中山のこの舞台でありますが、アスクビクターモア、そしてその後ろにジオグリフがいる、そして中段ずらーっと空いた空いたルメールとイクイノックス、武豊隆の悲願を叶えたドーデュース、2歳王者の横山武とキラーアビリティ、ダノンベルーガ内から川田、このあたり4頭ずらーっと中段でひしめいている。その後ろに当選番のがいて、里のヘリオス、ああここで可愛らしい名前のおにゃんこポン一発を狙います。そして男マルタとラーグルフは後方の一角、横山範博、マテンローレオは後方にいて、ダンテスビュー、ジャスティンロックという展開になりました。さあ岩田康成引っ張るデシエルとビーアスト西戸が差を詰めてきた。そしてその外からおーっとスーッと動いてくるぞ、ルメールとイクイノックス、大外枠からスーッと先に動いたルメール、ここで動いた。そしてドーデュース、武豊、ここで引っ張ってまだゴーサインは出さない。キラーアビリティ、横山武は間から割ってきた。ダノンベルーが最内、川田、今週も川田が最内から馬込みを割ってくるのか、直線コースに入っている。デシエルトが先頭だ、内からダノンベルーガも差を詰めてくる。一歩一歩差を詰めてきたダノンベルーガ、そしてドーデュースも来ている。イクイノックス大外から、おどうか、イクイノックス伸びがあるのか、あどうかどうか、キラーアビリティ馬込みで、キラーアビリティは馬込みでちょっと苦しいのか。まだ先頭はデシエルト、そして2番手にダノンベルーガ、最内をついて川田伸びてくる。ドーデュース外から武豊が今週は追い込んでくる。しかし勝ったのはデシエルト、岩田康成勝ちました。2番手にダノンベルーガ、3番手にはドーデュースでした。パーでしたねということでございまして、川田ジョッキーも来てましたけどね、はい、デシエルト、うーんこの馬のことを僕はというかまだ分かりきっていないというか、このメンバーとやってどうなのかなというのはあるんですけど、はい、
いやなんか展開もうちょっとね16番ゲートに入ってはいるんですけど、うん、おそらく逃げるんじゃないかなと思います。この馬が逃げますかね。うん、なるほど、思い切って、はい、岩田康成ジョッキーって、うん、まあ今シーズンもここまでね重賞3勝していたりと、はい、乗れてるじゃないですか、はいはい、ね、結果を出してるジョッキーが、はい、なんかここにかける思いってやっぱり特別なものがあるような気もしていて、うんうん、まあ、ビーアスとニシドっていう選択肢もある中でデシエルトを選んでっていうこともあると思うんですけど、まあ、なんかねこう伝わってくる雰囲気としてはこのデシエルトに、ね、対する思いが強そうな、うん、強く ねあるっていうところもありまして、ますよね、まあ、特にその携わった馬に関しては岩田康成ジョッキーは本当にもう熱い思いを持って調教からねアプローチをしっかりしていてっていうことでビアスト・ニシドに対する思いというのもひとしおというか、はい、熱いものがあるとは思うんですけど、そんな中でやっぱり選んだこのアイバーということにもなりますね。3戦3勝ということで前走若葉ステークスを圧勝して勝ってるんですが、はいはい、初戦2戦目がねダートを使ってて新馬戦、はい、ダートも快勝だったんですよ。で2勝目のあ1勝クラスか、うん、これを勝った時ジュタローっていう馬に勝ってるんですけど、このジュタローってデビュー戦めちゃめちゃ強い勝ち方してるんですよ、はい、ダートで、うんうんうん、その馬に勝ってるっていうところでこれ評価してもいいんですよ、うんうん、で芝で走ってみて初めてであの強さでしょ、まだねそこ見せてないような気がするんですよね、うんうん、実は、うんうん、もしかしたら驚くべき馬なのかもしれない、うん、っていうことをちょっと思いまして、今までの勢力図全部塗り替えてしまうかもしれない可能性があるということで、うん、デシエルトを一着にしました。まあ、母方のねこうなんか感じを見ると、まあ、まあ芝馬ですよね、うん、芝馬ですよ ね、アドマイセクターからキングカメハメハっていう芝で走るという血統にドレフォンつけてるということなんですけど、ということもありまして、ちょっとここは思い切ってデシエルト一着、まあこのね4週目になりますけど結構ここまでもおっていう感じの競馬が続いてるので、はいはいはい、その流れは今週も続くのではというところもありました、うんうんうん、あとはもうねダノンベルーガドーデュース2着3着にして、うん、まあ、イクイノックスとかキラーアビリティも当然入れたいわけなんですけど、うん、まあ、ここはもう信頼の川田武豊っていうところでまたね今週も行ってしまった部分があります結局やはり、うん、まあしっかりと上位に持ってきてくれるっていう安心感もある、うん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 、川田ジョッキー、ダノンベルーガがどうですかね、逆になんですよね、東京で左回りですごく強い勝ち方をしていく中で中山のこの内ね、そうですね、ここはちょっと難しいような気もします、はい、難しいような気もするんですけど、はい、そこを川田ジョッキーにカバーしていただきたいと、はい、もう愛しの川田さんですねもうねということで入れました。はい、あとはドーデュースこれもな、うん、もう当然勝ち負けっていう馬ではあるんですけれど、まあ、ねっていうことを考えた時に、うん、前走のねディープインパクト記念での2着、うんうん、これをどう捉えるかな、距離が長いってことは多分ないとは思うんですけどね、最後のキレっていう時にまあ伸びてきてたからね、伸びて2着だったんですけど、まあ、ちょっとね4コーナーでね差があるところがあった、ね、ちょっとねなんか ねところもあったので、うん、なんかねっていうところもあり、あとは馬体重がねちょっとね前走から減ってるみたいなので、はいはい、調教後の馬体重がね、そうなんですよ ね、 でそのあたりもというところもありますけれども、はいはい、ということになりました。イクイノックスは大外、うん、これはなかなか大変なんじゃないかなと、久々っていうのもどうなのかなとかも思っちゃったりしながらですね、なんかでもあれっすよ、いつやったかな、去年のチャンピオンズカップの時やったかな、うん、キリンの川島さんおっしゃってましたよ、ルメールの大外は最内やねっつって、まあそれはあるなそこがルメールジョッキーですからねおっしゃってましたけどね、そやな中山でもというふうになるかもしれませんけどということでちょっと思い切った予想してみましたが、はい、いかがでしょうかということで、桂君はどうですか。そうですね、まあ、確かにデシエルトもね気になりますよね、うん、気になるし、本当に目移りするドーデュースもいいなと思うし、なんかもう単勝買うんだったらイクイノックス買いたいなとかね、いろいろ思いますけど、
思いますけど、ジャスティン・パレス。はあ、なるほどね。にしたいと思います、今回は。はい、まあ、まず、やっぱ、ホープフルステークスが、僕は今年は例年以上にハイレベルだったのかなというふうに、まあ、これも単純に時計だけですけどね、と思っていて、2歳の G1、G1 というか、2歳のこう重賞特有の、遅い入りではなくて、1000m60 秒1で入ってるんですよね。で、だからこう、先行した組っていうのは、その後も結構結果残してて、はい、まあ、おにゃんこぽんとかもね、そうですけど、指してきた馬っていうのは、ちょっとその後伸び悩んでるところはあるんですけど、やっぱり、まあ、それは、まあ、ハマった感があるのかなっていうのがあって、先行した組っていうのは結構その後もしっかり残してる中で、じゃあまあキラーアビリティか、まあ、ジャスティン・パレスかっていうところなんですけど、改めて見るとね、ジャスティン・パレスがまあフラフラ走ってんのね。まあ、なるほどね、オープンの時も、はい、直線もう鞭入れたら横に行ってみたいな感じなので、やっぱ成長の余地ありというかね、っていうところで、吉原さんのことが大好きな杉山厩舎。いや大好き、恐れ多いです一応知ってたっていうぐらいですね、はい、吉原さんのことを応援してくれている、いやいやもう応援してくださってるから、もうね、でもそうですね、杉山さん先生ね、っていうところで、まあ、伸びしろはかなり僕はあるのかなというふうに思って、でまあね、どうやらこれは、ね、人気しなさそうなので、うん、これはちょっとおいしいのかなというふうに思って、中山ではめっぽう強いミルコ・デムーロというのも魅力、ノーザンファームのディープインパクト3区、血統がだからね、これだけいい血統で、何ら恥じることのないというか、全くこのメンバーとね、実績だけ見ても何の遜色もない、競馬をしている中で、ただやっぱ相手がねインパクトあったりするから、そうね、そうね、重賞どこどこ勝ったみたいな、ね、バーバーって感じでインパクトがあったみたいな感じになってるから、ちょっと人気はあんまりなさそうな ね感じはありますけれども、そうそう、だキラーアビリティがまあね、そんなやっぱここで一番人気にどうやらならなさそうな感じなので、ねえ、ホープフルステークス勝って、ね、実際にこの舞台で勝ってるっていう一番近い、うん、勝利に近いね、キャリアを積んできてるのにもかかわらず、ね、にもかかわらずね、これでもね、土曜日にアーリントンカップがあるじゃないですか、はい、ダノンスコーピオンが出るじゃないですか、出ますね、出ます出ます、ね、キラーアビリティと、うんうん、ハギステークスでしたっけ、そう、首、ね、これでも、ね、ダノンが勝った日にはね、もうキラーの評価もガッと上がって、うん、でもジャスティンは忘れ去られてて、うんうん、美味しいなと、なるほどね、そうかそうか、はい、っていうこともありますね。いやー、どういう皐月賞になるのか、ワクワクするね、これは本当に。結局でも本当皐月賞って一番ワクワクするというか、そ、ね、初対戦みたいなのがね、毎年この時期になると、うん、このね重賞勝ち上がってきた馬と、この重賞勝ち上がってきた馬で2歳王者どっちなんだっていうガチンコがまさにこう見られるのが皐月賞ですから、うん、ここから三冠レースが始まっていくっていう、そうっすね、色濃いドラマがここから作り上げられていくわけですけど、だってね、もう三冠始まんねや、始まるよ、ダービー見えてくるんや、見えてくるよね、ああだね、ね、ここからだからね、明け三歳馬たちのまだ体が出来上がっていないというか、うん、もうしのぎを削る、だ今もう究極の仕上げしてる馬だっているよ、皐月賞で。いやそうでしょう、究極の仕上げ、この一冠みたいなところから、うんうん、そっからなんとかおすり残してダービーみたいな、うん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 、そういうこうしのぎ合いっていうかさ、削り合いの中でさ、うん、本当に、まあ、体と肉体と心精神が強いものが、体と肉体は一緒やな、体と精神の体肉体と精神のな、うん、体肉体体手に肉体あ、そういうことね、体のなるほど、そういうことね、ごめんごめんごめん、まあ、ちょっと文章にしなかったら分かんない体、手、肉体、精神のしのぎ合いがこれも行われていくわけですからね、
この短い期間の中で応援していきましょう、このサラブレッドたちを、ね、当てたいわ。ああ、まあそうだな、馬券をな。どうえ選手が取ったんですか、やっぱり。ワイド。ごめんなさい。結局ワイド。ワイド。ワイドね。ああ、そのだから、はい、スターゾーンは。川田武の。川田武の。行きました。ワイド。はい、まあ、いいじゃないですか、でも当たってるんやからね。そうね。でも、結構、まあ、僕、難しいなという。ね、大箇所だったと思うんで、そこをこう1点でこうね、うん、ちょっと弱気でしたけど1点でやっぱ当てたのは嬉しかったので、やっぱそういうのがあるといいですね。そうですね、当てたいですね。なかなか当たんないですね、やっぱね、当てがいのあるさつきショットということになりましたので、はい、皆さんもぜひ当てていけたらいただけたらというふうに思いますけれどもね、あのね、今週はね、さつきショーもねめちゃめちゃ楽しみだと思いますけれど、はあ、もう一レース、ほほ競馬ビートでお楽しみいただきたいレースがあります。なんすか、そんな、岡安さんみたいなことするじゃないですか。え、岡安さんみたいなことするじゃないですか。アンタレスステークスという。ああ、なるほど。重賞。重賞なんですけど、うん、知ってます？アンタレスステークスに。あの、名馬が出るの。名馬？そう。オグリキャップですか？いやいやいや。でも白いよ、体が。白い。白いよ。オメガパフュームがね、なるほど、出るんですよ。なるほど、オメガパフューム、うん、東京大賞典4連覇して一度こう現役引退を表明した馬が、はい、引退撤回して現役行くんだって言って、うんうん、初戦、はい、7歳になったオメガパフュームをね、うん、アンタレステークスでちょっとね見ることができそうですので、できそうですが、うん、できますので、ぜひねちょっとお楽しみいただきたいなというふうに思います。実況は私です。ダートのやります、ね、石原です、ね、ということで、いや楽しみなんですよね、このレースが、あのね、本当勢いのあるバーデンバイラーとかグロリアムンディっていう馬と59キロのオメガパフュームがねぶつかるんで、うんうん、ちょっとね皐月賞前にぜひこの激しいダートの砂の王者の走りをですね、うん、ご覧いただきたいなと、なるほど、思っております。15時30分。ほんま。でしょ？すごい。すごいいいメンバーよ。いいメンバーやね。ねえ。っていう、こう、見どころたっぷりのレースありますので、15時から楽しんでいただきつつ、15時30分から熱いレース始まりました。てか、ずっと見てねっていう話なんですよね。まあ、そうですね。ぜひぜひお楽しみいただきたいなという。なるほど。はい。そうですね。はい。ということで、ぜひ良き週末を。ありがとうございました。